八剣マッサージ整骨院の出来事、話題、案内、お知らせ動画です。はい、出席者が、2人で、その問題があって、チビも連れてっちゃダメなんですね。でそうなると誰が見るかってなると一人取られるわけですね。でその式の出席者は一人になっちゃうんですね。もちろんそのチビがいないご家庭は二人とも、はい、出席できるんでしょうけど、本当こう悩ましいですね。確かに武漢コロナ前は、おじいちゃんおばあちゃん来られてるご家庭も、はい、いらっしゃいました。その父方母方の方もね、両方来てるお家もありましたね。
はい、卒業式、運動会、はい、一回も来たことがないですよ、仕事関係で。運動会も、うん、だから食事の時にちょっとね、あの寄ってきてからご飯食べたらまた仕事に行ってたから。ねえ、周りはそれならそれでいいんですけどね。別にいいんですけど、いつも行った時問題なところがあるんです。卒業式に行くけど、お父さんもお母さんも来ちゃうとこあるでしょ、夫婦で。はい、で、ほら、お父さんがおらんところもそうそうそう、ちょっと問題なところもあったんですけど、もう今もそれがもう、ま、別に何もないのかな、わかりませんけど、うん、やっぱりいらっしゃいますからね。そうですよね。あの辺はまあどうかなと思うけど、なんかもっとね、こういいアイデアがあればとは思いますけどね。やっぱさ、お母さんも来たいけど、やっぱ仕事の関係で来れない人もおるわけでしょうが。そうなんですよね。そうですね。おじいちゃんかおばあちゃんが来ちゃって、あることもありましたけどね。だからって、こう、一律に児童だけ給食っていうのもね、なんかこう、運動会の風味がね、ないなぁと思うし、ね、そういう、まあ、少数のご家庭っていうのも、まあ、あって、ね、あっていいはずだしっていうところで、なんかいいアイデアがあればいいんですけど、私なんか、ずっと小学校も中学校も役とか委員とかしてたから、子供の、はい、走ってるところがそんな、見たことないです。あれですって、教員されてるね、はい、お家のあの方、先生もやっぱお子さんいらっしゃる方も、まあ、当然あるわけで、はい、で、その自分の居住区の学校には赴任できないんですって。そうですね。で、だけど運動会って大体同じ日にあって、はい、要は見れないんですってね。はい、ねえ、怖いですね。怖いですよね。本当、子供の、あの、味気ない感じですね、写真だけじゃね。お父さんだけでも見に来てくれてないけど、お父さんももう、仕事の関係、タクシー乗ってたもんだから、あそこ来たらもう眠たいからもう来れないでしょうが、運動会があっても、それでも。もう、初めからこの方が諦めそうでしたね。うん。だけでも、ご飯だけでも食べに来てくれたから、それでまあいいかなと思って。なんともね、先生もやっぱり一番下の男、子供さんを見らなあかんから、そうじゃない、予定では。ちび
を見なきゃいけないやつは出れないですね。ですね、僕が見る、いますね。やっぱ子供さんとお母さんが気づいた頃ですね、なんかお母さんでしょうね。はい、あのほらその後のなんか学校なガイダンスか、はい、ああいうのもちょっと待ってください。運動会の徒競走も、はい、もうほぼほぼあのビデオカメラをビデオカメラで撮影しておるんですけど、やはりレンズ越しと生で見るのと全然違いますもんね。違くって、やはりこう生で見る方が面白いですし、それではまた。